福岡の人気ベーカリーが表参道にオープン。浜村こたん表参道に行ってきました。お惣菜系からスイーツ系まで本当に種類が豊富で選ぶのが苦しかったです。今回選んだのはこんな感じ。お店外のテラスでイートインしました。こちらはイートイン限定のオムトースト。しっとり焼かれたトーストの間にトマトソースとひき肉、チーズが挟まってます。卵もプルプルでとっても美味しかったです。福岡の人気ベーカリーが表参道にオープン。浜村こたん表参道に行ってきました。お惣菜系からスイーツ系まで本当に種類が豊富で選ぶのが苦しかったです。今回選んだのはこんな感じ。お店外のテラスでイートインしました。こちらはイートイン限定のオムトースト。しっとり焼かれたトーストの間にトマトソースとひき肉、チーズが挟まってます。卵もプルプルでとっても美味しかったです。福岡の人気ベーカリーが表参道にオープン。浜村こたん表参道に行ってきました。お惣菜系からスイーツ系まで本当に種類が豊富で選ぶのが苦しかったです。今回選んだのはこんな感じ。お店外のテラスでイートインしました。こちらはイートイン限定のオムトースト。しっとり焼かれたトーストの間にトマトソースとひき肉、チーズが挟まってます。卵もプルプルでとっても美味しかったです。